こんにちは、ユニゾーです。今回紹介するのはファミリーマートのおでんです。今回はからしの代わりにコンソメ&ブラックペッパーをもらいました。おでんつゆに溶かして洋風味のおでんを楽しむことができます。この他にカレー風味、キムチチゲ風味がありました。それではかけて食べてみたいと思います。コンソメと黒胡椒のスパイシーな香りがします。それでは食べてみます。まず白滝から食べてみます。白滝はプリプリした食感と噛んだ後の歯切れが心地よいです。出汁もよく染みて美味しいです。まず後から入れたコンソメブラックペッパーなのですが、主張しすぎずおでんの和風出汁とよく調和が取れています。スパイシーな味わいがやみつきになりそうです。次に卵を食べてみます。黄身がホクホクしてて味が濃厚です。白身の出汁の染み加減と黄身の濃厚さが絶妙で美味しいです。いよいよ大根です。僕は大根が大好きです。味がとても染みてて噛んだ瞬間に旨味がじわーっと出ていきます。とても美味しいです。それでは今回のレビューを終わります。皆さんもこの冬におでんを食べてみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。